政府自民党は日本で働く外国人が母国に残した家族について、日本の公的医療保険制度の適用対象から原則として除外する方針を固めました。 政府が来年4月の開始を目指している外国人労働者の受け入れ拡大に向けて、環境を整えるためとしています。現在の制度を見てみると、外国人労働者がですね、大企業の健康保険組合、中小企業向けの全国健康保険協会、このいずれかに加入した場合、その外国人労働者、こちらが生計を支えている、この子供や孫など、三親等以内については、日本に住んでいない なくてても不要家族として扱われます海外に住む外国人家族の医療費、日本側が負担する仕組み、これを改めることで、日本人労働者が抱く不公平感を解消する狙いがあります、で同時にですね医療保険財政への圧迫、これを抑える狙いもあります。 来年の通常国会に健康保険法改正案を提出する方向で検討を進めるということなんですが、はい、佐藤さん、この方針、いかがでしょうかまず、この日本で働く外国人が母国に残した家族について、はい、あの医療保険制度の適用対象から外すというのは、はい、それ自体は最もの話である、正当なことであると思います、はい、が、はい、これをやるんだったら、 はい、外国人労働者をです、ね、日本人と全くタイトに扱いますなおというきれいごというのはやめましょう実際、そんなことをやったらこういうことになるわけですよ。うんはい、実際、今ですね、えーあの、この外国人労働力受け入れ拡大について政府は何と言ってるかと、移民ではありませんって言ったわけです、はいえー、なんで移民ではありませんなのかと、ね、うん、これは一時的に人手不足だから来てもらうだけなんですって言ってるわけですね。えーはい ということは、用済みになったらポイするって言ってるんですよ、あれね、とんでもない言い訳なんです、もちろんあのものは言い訳だと私は思ってますが、言い訳としてもしょうもないのは、もし本当にそうなら、それは非常に冷たい話だと、外国人労働者はもうね、その人間扱いしなくていいんですと、必要があったら来てもらって、必要な方を追い返しちゃいいじゃないですかって、それ言っときながら、いや、日本人と同じように扱います、多文化共生社会とか言ってるからこういうことになる、どっちかにしてくれ ううね、どちらかにするということなんですね、まあ、だけれども、これ、正直な、素直な気持ちでいうと、これはいい制度なんですね、はい、この保険ね。で、そこはあのそれは、はい、あのアメリカみたいにです、ねはい、国民の家内の部分が健康保険入ってない大変になるっていうのは、もうそれは海外の、アメリカの事例が示す通りですから、それは日本は国民皆保険制度はそれは維持すべきであると、はい、であの自由診療なんてそんなに拡大すべきではないと私は思います。はい、だそれはあくまでですね 国民とはどこまでの範囲を指すのか。はい、これについて明確な方針がなかったら、えー、それは止めとなく広がっていって負担が重くなるばっかりです。ですねえー、だから安直にここでグローバリズム的発想を得るとはいけないんです。はいえー、ところが自分の都合に合わせてですね、うん、あの外国人労働力を使おうと、都合よく使おうと言いながらという多分腹ラスだと思いますが、はいえー そこで口先だけですね、仲美しく、うん、多文化共生です、グローバリズムです、これからいろんな人々と日本人ね、外国の人々を日本と同じように扱いますなんて言ってると、こういうことになりますよと、はい、そういう話ですね、これは。えー、と、焦点となるのは、その保険適用を認める例外をどう定めるかというふうにも言われてるんですよね、はい、子どもの海外留学、家族揃って海外駐在時は認める方向だということなんですかね、はい、これ、日本人がですね、はい、そうですね。 扱平等に扱うんですかという大問題があるわけです、はいえー、結局それは国民国家って何ですかって話なわけです、はいえー、日本人というものの範疇をどこまでに定めますかと、えー、ここのところをいい加減に済ませるととんでもない問題が出てきて制度をね無理くりにいじんないと解決できないとか、えー、そういう話になりますので、えー、ここは慎重にやらなければいけませんでもそうすると今佐藤さんのお話も聞いてるとまあ政府来年4月の会社を目指してるって言いますけど、はい、これもっとよく考えた方がいいです ですよね。最低限2029年4月にした方がいいんじゃないですかね。はあ、2029年かなり先です。でもそれくらい大事なことだってことですよね。そうそこ一旦変えちゃった後、しかも人間ってあの移動って大変なんですよ。えー、一旦その土地に根付いちゃった人間と、そう動かせないです。そう簡単には。えー、これは慎重すぎるぐらいでちょうどよろしいと。はい。出ないと本当に日本にだって移民キャラバン来ますからね。っていう海を渡ってね、えー。<laughs> はい。でも気がついてみれば先進国の中で4番目にまあ移民と称される人がもうね、日本に いるわけだから。で、それを、私は移民だと、これ思わないから移民じゃないんですって、それやめてくれって話ですよ。そうですよ。それは通用しませんもんね。はい。はい